うわ、ダブル。やあ、シェフオジェ、こんばんは。連帯連成かよ。こんばんは。お前シェフとか自称してんじゃねえぞ、偽物か。そらさん、身の程を知れ。芝居が陛下に拝謁いたします。ホテルレシピの天津飯来た。こんばんは、どうも、島清介です。ハイダーインサイトの端と二点星の言い方お願いします。波動転生。これを隣の住人に聞かれたんだよ今日俺。こんばんは。今日はね、時間守ってる。いや、時間を守るもんだよ。こんばんは。今日は、言うてお前一回全身班作ったことあるだろ、想像ってなんだよ。今日ね、宮迫のね、動画見てまして、あ、天津飯作ってんなーっていうので、いや、ちょっと、あ、わかんな、ちょっと食いたいな、あかんな、今日天津飯食わなあかん体やなってなって。いや、怒っとるで。で、今日は俺どうしても天津飯を食べないとやってられない体になってしまったので、今日は、天津飯をね、作っていこうと思います。どうもしねえよ。どうもしねえよ。そう、なんかやっぱ料理できる人ってやっぱね、味見する人なんですって。なんかね、ブーザーマヨの、そう、ほんとね。あ、はい、じゃあ今日はね、まずご飯炊きます。やっぱね、ご飯じゃないわ、味見をすれば料理うまくなるらしいよ、宮迫が言うには。俺たちもずっと味見しろってリアルタイムで言ってたのに。そう、そう、そうだな。確かにな。 LGBT に優しくないプリコネやってるんですか。いやいやいや、プリコネは神。はっきり分かんだね。ありがとうございました。勝手に終わんな。今日大丈夫。そうです。そうだな。そうだな。お、そうだな。え、何でしたっけ。ちょっと早いな。味分からないじゃん。味は分かるよ。俺、アシスター超えてるってよく言われるからね。ご視聴ありがとうございました。やっと滑舌がね、ちょっと治ってきましたね。あ、プリコネのアニメね、ちょっと見ないとやばいわよ。もうやけくそです。もうちょっと、そうです、今日ね、なんかね、朝から今日ね、体調悪いんですよね。なんか想像だけ矢印ついにここまで来たか。じゃあそれまでに料理終わってください。そうですね、それまでね。確かにやばいですね。そう、やばいですよ本当に。いや本当ね、プリコネだけは俺絶対やれへんって思ってたけどね、もうやり始めている自分がいるよ。そう、そしてもうストーリーを全部見てしまった。いやー、そんなね、いやー、やっぱプリコネって神なんだね。プリコネやってる人ちょっと、なんかめちゃめちゃ美少女ゲーム堂々とやってるって思ってたけど、ね、あれがないとやっていけない。出社、うん、いや、まだ出社じゃないですね。もうずっとね、あれですよ、自宅待機じゃない、在宅ワーク。バーガーバーガーはまたちょっと告知します。ちょっとね、多分休日にやります。何がだよ。何も始まってねえよ、まだ。カイザーインサイト好きだな。こんばんは。今は、あれだよ。大泉シェフみたいなもんだよ。な。はあさん、はあさん、はあさん。ゴミ量産やめて。ゴミは作ってませんよ、私。俺だけ自宅待機なん。つら。アカウント凍結されないように気をつけてね。はい。凍結されるんかな。いや、全然。いや、ちょっとね、あれね、時間かかるから、ちょっと休日にやりたいですね。いや、レシピじゃない。僕、レシピは頭の中入ってますからね。天津飯よくね、おかんにね、作ってもらってたんですわ。今日は怒ってないんですか。やっぱその経験が生かされるよね。あんなハンバーガーチェーン店やばくないですか。毎月赤字だし。やばいから潰れたんだよ。2回もな。そう。今は泣きおかんね。勝手に殺すな。ところからだった。勝手に殺すな。陣内みたいなツッコミ。
米をちょっと米潰すのはお父さんだけに炊きます。親父を超えていこう。3回潰せば超えれるな。からのお金減ってるやん。は美しかったですよ。いやだってあんなね、2回目は従業員そんな男性のせいなんだよな。そうそう、従業員雇ったらあんなことになると思わなかった。いや従業員はすぐ解雇できたらよかったんやけどな。そう、いや親父もねすぐ潰しがちやからな、壊し合いやからな。まずね、タケノコをなんか入れてましたね。タケノコを入れましょう。タケノコはね、入れたらうまい。タケノコはいいぞ。それじゃちまきくん解雇ね。高校生のバイト相手のブロジだ。なんで解雇すんだ。従業員雇いまくったのがいがいすぎて笑った。いや、いやあれはね、やっぱアットホームな職場を作りたかったんや。ババアと二人でやっていけんかったんや、ワイは。やっぱあれやん。離職の最大の理由ってあれじゃないですか。なんか、あれじゃないですか。人間関係じゃないですか。それなんですよ。人間関係が悪かったから潰れたんかもな。タケノコの水煮をちょっと使うんですけど、水煮ってこうやって一回で全部使わないと怒られるかな。怒られるじゃないな。あかんかな。痛むかな。でも終わってるじゃん。料理の鉄人の S。こんばんは。まあいいでしょう。まあよかろう。よかろう。生タケノコは、タケノコは足が早い。足が早いよね。全然が触ったらもう痛み始める。特にこの水煮とか味が早い、味が早いじゃん。足が早いな。ちょっと脳が。脳が。ちょっと今日脳がちょっとやられてるみたいですね。今日は。入ってる水は捨てずに残ったタケノコと一緒に保存する。あ、そういうやつですか？今日は。ああ、タケノコのいい香りがしますね。春を感じますね。店長さんだけですか？春終わるやないかい。え？いや、天津飯だけ作ろうかな。うん。そうそう。ちょっと水煮の水を取ります。石鹸。石鹸じゃない。いや、誰が牛乳石鹸だよ。なんかアワビみたいな。全部使わないんだろ？いや、全部使います。誰が、わお。撮れば配信まだ？撮ればね、撮ればもうやりたくねえよ。何年前分だ？撮ればなんてもうあれやから。全部使って全部捨てます。もうあれだよ。撮ればなんて本当有名 VTuber しかやったらあかんだ、あれは。カニは？カニはありますよ。カニ買いましたよ。細切り、あ、カニ。買いました。見て。これ。ワンダフルサラダ。これね。カニです。天津飯はカニカマだろ。もう正直これね、実質カニやからな。そうカニよりカニカニしてるもんな。ここで2回目の沢上出すのが芸人やろがい。先生は、沢上の女キャッチする方優先してるから、そうだな。沢上は、無理だ。あれはもう全部食ったわ。苦しい思いしながらな。タケノコは細切りにします。頭ターキーさんこんばんは。こんばんは。なんか3連チャンでなんかしたんか。えい、細切りなんで重ねて細く切っていきます。苦しかったのは沢上さんたちだよ。まあな、サガニには辛い思いさせたな。まあ、君は細切りできるかな。鳥頭ばかってことだろ、いい加減にしろ。まあ成仏してくれたよ。ちょっとめちゃめちゃずれ張りますけど、こいつ。こんばんは。想像じゃなくても作れないのに想像で作るってなんなん。先生って配信後毎回有利捨ててるんですか。可愛いな、見たいなって言いながら袋に入れてるシーンは本当泣けました。いやあれな、本当ね、ジブリの名シーンぐらい泣けるよな。やっぱ生き物の尊さとかね、最近学びましたね。まあ嘘ですけど。なんか違うな。俺の思ってる細切りと違うぞ、これ。そしてなんか、すごい臭い。嘘かい。嘘でした。これぐらいが普通の細切りだと思うんですよね。お前より料理配信者っぽいツイートしてるんだけど。いや、
料理配信者じゃないから。最近学んだ。都合のいい時だけ。当時の生き残りが冷蔵庫の裏にいるという噂がありますが。マジで。天津飯にカニカマ入れるのですか？大名ざざみ。カニカマを入れます。私。こんにちは。こんばんは。おじさんだよ。バラエティ配信者。バラエティ配信者。一個ずつこの検品、天津飯にタケノコは言ってたっけ？検品していくわ、タケノコ。タケノコ入れたらね、美味しいらしいんですよ。そう。って言ってた、宮迫は。よし。まあ、タケノコもね、だって結局、中華料理に合いますからね。そりゃ、そりゃ合うだろう。その量入れるの？そうです。全部入れちゃおうかな。あの串カツ宮迫が。ああ、そうそうそう、なんかね、ネーム、ネーム何でしたっけ、ネーム、ネームライツ。ネームライツか。宮迫、宮迫あれも。ちょっとレシピ見たいから頭かき割ってくれん。ごめん。レシピ脳内にしかないんだ。ごめんよ。共有できない。ちょっと直接、体内通信で。いやでも全部もう切るから、だって足早いしな、タケノコなんてもんは。なん全部切って、違う料理に入れたいんだな。ところで美味しそうな配信がこんばんは。おいプロレスラーよしこの料理動画上がったぞ。脳内を共有する技術はあともう少しで来るみたいですよ。あ、そうなん。もうすぐそこなんや。いやもうほんと。でもそれがあったらさ、もうマジでいいよな。なんか。やーいお前の頭のランジャックがバカバー。そんな悪口が生まれそうやな。獣神サンダーライガーでさえ飯作れるのに先生ときたら獣神獣神サンダーライガーじゃないの獣神って呼んじゃうのか読み子は。あ、見て笑ってるみたい。へー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 。ああ今日久々に定時で上がれたんすよ。仕事残ってるけど。新しいおなかそうだなしばくぞ。ちょっと怖すぎやろ。やめてよ。トリコみたいに料理の味共有させたい。トリコって、あ、トリコ知らんねんな、俺。二つと笑うな。そうぜ。てか、そうなんだよな。そう。脳内ケアってリアルタイムでしたら下心バレバレになっちまいますが。だから、あれじゃん。そういう下心丸見えのやつとかな、犯罪とか減りそうやん。そう。マチコンとか行ったらさ、一発でさ、この方、いいわみたいな思った女性とさ、こう、すぐマッチングできるじゃないですか。だからそういうのはね、どんどんやっていくべきです。うっす。カバジ、うっす。あ、何や。そうそうそう。マジキモっていうのもね、共有されるからな。やかましいな。いや、チンフェ笑って思われたらどうしよう。いいわってのがわかるわけか。そう、そう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 。やっぱね。タケノコどんだけ入れんねん。わら。タケノコもう全部入れる。切れたわ。切れちまったよ久々によ。よっしゃ。いやー本当。なんでそんなこまごま切ってんの？もっと手際よく切れよ。いや。手際よくやってるつもりなんですけど。あ、タケノコご飯ですか？あー、タケノコというかご飯炊いちゃったんだよね、今。さっき。ついさっき。いや、切れてないよ。いや、それは無理や。だって、体1個しかないし。キャンセルしまえ。キャンセル。よいしょい。いやでもね、ほんとね。いやー臭なんかすごい臭いんだけど。まあでもこんなもんか。タケノコって変な、独特な香りありますもんね。シングルタスクだな。そうそう。まず、マジでさ、こう、通行はとこで仕事できる人とかマジすごいなって思うわ。気になるなら一度湯通ししろ。あ、湯通しした方がいいのか。なんでいちいち臭いっていうの君。ちょっと湯通しようかな。セレロンチマキ。セレロン。セレロン。そうそうそう。
これが料理歴4年の次は。エイテム、エイトム、エイトム。あれ、なんて読むの？エイトムって読むんすか？アトムって読むんすか？あれ。湯通ししなくていいぞ、匂いは消える。マジ？アトム、アトム。アトムか、あれ。アトムって読むか、あれ。なんかノートパソコンとかによく使われたやつな。手の置き方が初めて料理する人やんけ、わら。いやいや、初めてじゃない。もうよ3年やってますから。超クソクプ。そう。出遅れた。先生楽しそうなことしてますね。楽しそうな、いつもの料理です。これが4年の実力ってもんさ。くぅ。はい。まあ今日はね、簡単なもんなんでね。ダラダラッと作っていきましょう。いや、タケノコ、あ、ニコ天津飯作ればいいやん。な。そうだわ。そう、ニコ天津飯作ればもう満タイだ。もう満タイ。で、お米をね、まあ、いっか。米少なめ天津飯にするか。天津飯以外も作れよ、わら。天津飯のタケノコって天津飯以外のた、なんでしたっけ、なんかタケノコ料理ってありましたっけ。ーバーでクラスター発生させた先生、その後どうですか。片方関東、ないです。韓国でしょ、それ。これを切るのに20分かかるなんて先生すごすぎますね。じゃあじゃあじゃあ、タケノコメインちゃんと見ても。いつもさ、なんかさ、言われっけどよ。20分とか、あれか、配信準備時間がね、あるから。配信準備時間、15分くらいかかってっからよ。実質5分みたいなとこあるやん。あー、チンジャオロースか。ちょっとこれはね、あ、カニやん、もうこれ。あ、うまそう。これね、ちょっとバラバラバラってやってきます。そうか、確かに。マジレス。マジレスされた。マジレスをマジレスで返された。くっさ、配信準備入れても遅すぎるんだよな。やばいな。言わんかったよかった。準備時間もるな。言わんかったよかった。そらそうよ。え、マジレスだったの？こうね。こう、カニカマ好きやわ。うん。美味しいわ。身の程知らずめ。この身の程知らずかやつってな。もういいや、カニカマ全部使おう。天津飯だと中華鍋ですよね。前回再起不能になった彼は元気ですか。天津飯って中華鍋で作るんですか。あ、ネギも切りますよ。ちょっとワンダフル、何やったっけこれ、ワンダフルライフやったっけこれ。使ったからテレワーク中下半身だけではなく上も裸だったって噂されてますよ。中華鍋、そうね、中華鍋で作るんですか天津飯って。なんかあんま聞いたことないけど。先生オリジナルだから何でもいいんじゃないの。顔面金玉です。確かに。誰が顔面金玉だよ。中華料理を中華鍋使わずになんで作るんだよ。いや、中華な、え、中華の人って全部中華鍋で作ってんすか。え、ちょ、いや、びっ、マジ。天津飯の中のご飯はチャーハンにしましょう。あー、確かにな。中華鍋で作るからあの丸い形になるですよ。そうだぞ、全部中華鍋だが、これがちまきの穴を潰した店の天津飯か。なんで全部使うの。そうです。何人前作るの。え、もう、なんか、4人前。ガンオン屋の息子じゃ、中華鍋使わない中華料理って言うんだけど。ガンオン屋、そう。全部じゃないけど、いろんなもの中華鍋で作ってるみたいね。うん、ベイブレードするときしか使わない。ベイブレードするとき。なぜ4人前わら。なんか俺変わってないね。冷静だね。冷静。冷静沈着。まあ明日のね、もう在宅勤務やからもう飯をね、作っとかんとな。やっぱな、昼休み中にこう、さっと食われへんから。そう。でも在宅勤務の人ってみんなささっと飯作っとんかな？あ、違うか、嫁さん作ってもらうか。カニに寄生されてます。そうね。リスナーさん。リスナーさんか。そうね。抽選でな。そうそう。みんな普段料理しないのに戦艦より手早くささっと美味しいもの作ってますよ。それはないでしょ。それはあれだよ。ちょっと待って、卵めっちゃ腐ってるやん。え、嘘でしょ。5月8。5月8。ん、今日何日ですか。あ、11日。あー、なるほどね。あの社員出社してるって知ってる。え、白米とあんかけ用に別々に分けた方が美味しい。ドドドドドドドン。あ、そうそう。あんかけもね、ちょっと、あれです。分けます。抽選で罰ゲームするな。頭で割って失敗してみて。誰が罰ゲームで。卵って保存方法しっかりしてたら90日くらい持つのに。ま、でも冷蔵庫にずっと入れてんすよ。じゃあいけんじゃん。じゃあいけるかも。
天津飯ってカニ玉をご飯に乗せたようなもんだよね。オイスターソースある？そう。なんかご飯は、あれかな？ご飯ってなんか炒めたっけ？炒めましたっけ？炒めないですよね。そのままポンと置くやつですよね。オイスターソースありますよ。俺はこれを白髪ネギとして上にファーってやりたいんです。ファーって。炒飯にする場合もある。炒飯？そういう適当に炒飯炒じゃなく飯？て、炒飯って、炒炒か飯に飯入れかるみつたいもなりこだと。ぞ。冷蔵庫に入れる必要ないぞ。暗所で90日保つ。チャーハン、わマら、オジ？ムライスでいいじゃん。オムライスができそう。青ネギも具オとしムてライス使できちえ。ゃうな。あー、なるほどね。どうなんでしょうね。どうしよう。なんか、白髪ネギ作りたいんですけどね。なんか、やり方忘れた。お前卵の売り場見たことあるか？常温で売ってるだろ。白髪ネギ作れるの？オイスターソースあるの？白髪ネギの作り方調べ年た。間の料理動画に実況をつけネッてトで。YouTube に上げてもいい？ネギも全部入れちゃえ。いいですよ。いや、あげてもいいんですけど、天津飯って食べないからよく分かってないけど、い中り華ます料か？理屋さんだっけ？先生こんばん素は。材 なんでありす？ますか？どっちが？俺が遅刻？俺結構今日時間通りやったつもりやけど、15分にぴったりに始めましたけど。まあやろうぜ。じゃあ問題は、卵と、あんと、あれですよ。ネギだけ少なくないか。卵とあんと、何でしたっけ？いいから中華鍋出せよ。卵とあんと、何やったっけ？忘あれんのた。作り方わかるの？あんはね、なんか見た。グリーンピース。グリーンピースも載ってるよな。まさか中華鍋捨てたの？なんで問あ題るあるよ。の？問題？蜂蜜かけとけば大丈夫だ。想像でどこまでやれるの？はじめしたみたいな。これ信用先取ります、こう。ね。見たって想像だけじゃないじゃん。見た。そう。見ました。これでね、こう。でね、こうなんかやるんですよ。これで、チョン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 ってやったら白髪ネギができるんですよね。ちょっとこれ切れ味、ちょっとあれなんで、ちょっとあれですテープけど。で固定するか、切り込み入れるだけでそんなにギコギコやる人初めて見た。なんで中華料理で中華包丁使わないの？今習近平のモノマネしました？確かに道具な。は？ちょん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 ってしてないじゃん。ちゃんと中華猫包の丁手使順えだばよかった。ね。いや、猫の手は料理の基本やから。全部切れてない。下が。それはやっぱあれやな。下が。もっと早く。あれって何でしょうか？どれでしょうか？ねえ。教えてよ。わらわら。お前は他裏返せば反り返らず楽に来れるだろ。ちゃうあ、のは？そういうこと。あ、そう、やっひっぱくり返中し華なかっ包た丁ん出しか？てよ。中華包焼く丁出ときしにたら。白髪ネギの簡単に作るのあるのに、ネギじ半ゃあ、分切ってあれ白髪欲ネギしい半分わ。にしろ。そう、あれ欲しいんだよな。ダイソーに売ってるさ、こんだけ覚えないのに猫の手だけは覚えてるからなかなか流血しない。配信開始より30分経過。簡単にできる白髪ネギねえ、そのフォターケクノコみたみいたな。いなの多くない？タケノコですよ。みたいなのじゃない。タケノコなんだ。いや、俺タケノコ好きなんですよね。実天は。津飯って日本オリジナルの中華風料理らしいな。時間押してるよ。そうなん。そうなんや。日本、そうなんや。天津飯ってそうなん。知らんかっそれた。全部入れるの？そうだよ。これ一人前の量じゃないよね。ナポリタンとかもそうですよね。ナポそれリは早タンすとぎ。か。カレーライスとかも確か日本発祥やったような気がする。ネギをフォークでシュッてするだけやで。シュ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 ってやるんですよね。シュシュシュ。で、これをあんに入れそのる調子。か。どうしよう、あんに。上にパラパラパラってやる方がいいのか。ちまきはタケノコよりキノコの方がチンあポっんぽにくて入れ好るきかだだとよ思ってな。たのに。あ？ あ？さっきから言ってるだろ、わらわら天津飯は日本食だぞ、わ日らわ本ら。食なん？嘘でしょ、マジ？知らんかった、それは。じゃ、これちょっと水につけといて、なんか氷水につけるって言ってたな。そもで、そも中華料辛味理っを。てチャーハンとちまき以外で米料理あるんだろうか。チナ人の中華料理屋で天津飯見たことないだろ。肉も入れるないよ。な、確かに。日本の確か中に華ね料理ってな。餃子もラーメンも本場と別物なんだよな。神話かだけっから、て、味付け日塩コ本ショウだけで人わかるの付けは大丈夫？の 日本人向けの味付けをしてはりますからもね。そうそう、日本ってやっぱこう、出汁がないとうるさいからな。日本人みたいなトークしてんじゃ厳しねいえよ。レシピなしですか？興味深いです。拝見しますね。まあでもね、僕あんか結けと構玉ねぎって合作っわてなたんそう。だよね。そうか。じゃあちょっと、梅雨の方に入れるわ、ネギも。日本で作られた中
中華料理もあるんだよ、気にするな。マジ？でもラーメンとか日本の方がうまいよな、絶対。レンチンしよう。レンチン？ボンゴレは日本初だぞ。ボンゴレ？ボンゴレビアンコ？ま？カメラの角度よ。ごめん。ナポリタンですね。日本のラーメンは必死ラーメンってので逆輸入で中国で人気出てますね。無敵ゴルゴレ。あ、そうなんや。日本人は料理もそうだけど、何でも自分化にうまく取り入れる。やっぱ日本は使えていないすぎるだろ。ボンゴレ10代目も日本人だしな。餃子は水餃子メインで余ったのを焼き餃子にするんやで。中国で呼んだらどう思われるか。そうなん。中国で使われてる単語の6割は日本で作った単語。マジ？で水餃子好きなんですかね、やっぱ中国の人って。いや俺水餃子あんま好きちゃうねんな。なんか水餃子ってなんかさ、臭くない？水餃子のなんかあのくすなんかニンニク臭い感じがね、ちょっと苦手なんですよね。水餃子うまいだろ。いや餃子は水餃子なんですよ。日本の起源のすべては韓国。好きっていうよりそっちの方が一般的なだけやろ。は？ネギを手でさっきと染めてみた。手で。そうすんじゃないの？水につける必要なくね。焼き餃子ってまかない。なんかつけるらしい。中国だと焼きのヤムシャが少ない気がする。水か虫が多い。虫が多い。なんかね。中国の餃子はニンニク入れないって美味しんぼでやってたぞ。マジかよ。入れんの？じゃあもう分からなくなってきた。今まで食ってきたの俺何やったんや。満州とか米が育たないところの文化やからな餃子は。あ、そうなんや。水餃子作るから苦戦だろ。人肉だから臭いんだぞ。苦戦、あ、だから苦戦か。ああ。向こうは餃子は主食扱いなんだっけ。餃子と一緒に生でかじるんだぞ。マジか。ニラを食べる料理ですからね。なニラを食うためになんか。やっとんかの。先生の料理の中に山に食わしたい。先生って何も料理について知らないんですね。もう4年なのに。いやいや、何もってわけじゃないでしょ。知ってますよ。結構僕知ってる。ね、新しい卵も買ってますんでね。これ5月17日まで大丈夫な。奥丹波の卵。産地限定。奥丹波。あ、はんはん。どこ？あ、さ、まだ俺さ、また怒られるかもしれんけどさ。あ、はい。そうです。古いのが使うか。古いのちょっと古いんだよな、本当に。5月7日なんで。マジ？パンみたいな感じなの。全然開けへん。ごめん、さばき。ごめん。ひよこの気持ち。いや、無精卵やから。いや、知ってる。丹波の奥底で、うちのじいさんの墓があるから、で、その墓地で、いとこが、TikTok を撮ってたっていうね。そうそう、奥丹波で TikTok 撮ってましたね。全然開けへん。なんで、これはね、Amazon で買いました。誰丹波鉄道。なんでこれ開けんの？おいおいおい。どうした？ちなみに丹波の黒豆自体の伝統はすっごく浅い。丹波鉄道。そうなんや。もうハサミで開けろよ。卵の風味を開けられないとか。もう卵は決まえ。こうおかしい。あ、これ。開けられない料理による。不良品だわ。開けるのに普通さ、じゃあ待って。じゃあ、この、ピロピロあるじゃないですか。ピロピロ。じゃあ、ピロピロの始めがなかったのよ。じゃあ、ピロピロの始めがなかったから、こんな開け方になってしまったよ。いや、じゃあ、こっちはもうちゃんとパウチされてるから。パウチされてるからさ。いや、大丈夫。あはははは。そう。ピラピラ。はい。米稼ぎやめますわ。ごめんね。在宅勤務のコツ？まず朝になったら、まず窓を開けよう。で、窓を開けてからそこで、カイザーインサイトさんのモノマネをすることですね。もうすぐ40分やで。やべ。たけるたけた。じゃあ卵を難しいから。ちょっとこれ冷や飯にしといた方がいいと思うんで、ちょっとこれで混ぜときます。ちょっと水分を。うん、この匂いだ。チャーハンにするの？おすすめは大きな鏡を置くことです。いや、チャーハンにしたいんですけどね。
なんで冷や飯にする必要があるの？え？先生、ネットサーフィンの誘惑に負けない方法を教えてください。ネットサーフィン。リスナーも買ってきたぞ。4人前なのにベースくない。理解不能。カップヌードルチャーハン作ったことあります？ありますよ。過去の配信をどうぞ。なんかお茶碗に入れときたいねんな。チャーハン作るの。え、チャーハン作れへん、チャーハン作れへん。天津飯は冷や飯使わないでしょ。美味しいのかなって思って、チャーハンでいいよ。タケノコの量に対してベースくなすぎない？ちょっと。もう一回炊きます？天津飯のご飯冷やすやつ始めてみた。あっ！を取ってピラフ作りますか。そうなん？あ、ちょっと冷やさないみたいなんで。ダクさんやね、わら、ちょっと置いておきます。全部入れるの？チャーハン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 、わら、おかしくね？ねえ、そのタケノコ全部入れるの？レンチンしたら？ちょっと米少ねえな。ちょっとあれするか。サトゥーのご飯使うか。チャーハンの違いって何？ちょっと何？いや、ピラフは油で。やべ。ちょっと待って。違う違う、そっちじゃねえ。お前の頭の中の消しゴムすげえ威力で常識消していく。お前知らないのか？ごめんな。お前の上に卵と具材を混ぜたものを上に乗せるんだぞ。ここに来てコメントなんか聞いたことあるんだよな。油で全天津飯食ったことないのか？お前らもっとコメントしろ。米の量少ない？米が少ない。あ、これあったかご飯マルチマルチ。よいしょ。天津飯冷や飯とか大体に全くないじゃん。そうそうそう。天津飯ってブーヘンにコードコイ。あったけえやつ使うわ。へ？わら、だからなんでまた米を用意してるの？それ何年前の？これで、いやいや、この間買ってきたやつ。ご飯炊いたのにパックご飯。まず2個作ろうと思ってて、2個作るにはご飯足らんかったらこれをチンしよう。な。食える分だけ作れや。足りたらそうしよう。絶対量多すぎやろ。わら、一気にしてたな。で、卵を。天津飯の天津もアルティメットご飯助けてなかった？グリーンピースはどこにあるんですか？アルティメットご飯。彼女いたら天津飯食ったことはあるはず。で、卵を3つ買おう。いや、彼女いつも完食してないだろ。うるせえ。食ってるわ。食ってんだよ。もういいんじゃない？そうやな、もう米稼ぎはもういい。遊びは終わりだ。あ、肌白すぎてキモいです。なんかもったいないですね。肌白いんじゃないで、ライティングが強すぎんね。もう今デヴィ夫人みたいになってるからよ。甘つむかいってオタクにすり寄ってきて気持ち悪いよな。誰？それ誰ですかそれ。片手で割らなくなったんですね。女優かよお前。あ、天心向井ね。天心向井は女性声優に付き返ってない一番羨ましい立ち位置やな。あとハライチの祝いとかね。いやー、俺も芸人になればよかったな。はい、鈴木その子がなんだって。怖い。鈴木その子絶対調べたらあかんで。怖い、あれも。俺、この世で一番ホラーやと思ってるから。鈴木その子さんには申し訳ないけど。なかなか怖いぞ。卵3つですよ。3つ多いだろ。マジで俺、あの人トラウマやねんな。タケノコ大丈夫なの？放置プレイ、謹慎、タケノコ神様その量使うなら卵完全足りなくない？さっき俺が言ってたの材料見ろよ、わら。まあまあ待て待て。タケノコとカミカマの量に比べたら卵少ない。ランの女友達。そういえば最近鈴木その子見ないな。鈴木その子。え、その子は違う。その子はあれでしょ。コナンの方でしょ。3個派多すぎくさ。鈴木その子とマイケルジャクソンの見分けがつきません。先生の鼻な。鼻だけな。卵は、あ、ちゃうわ。あ、わかったわかった。あ、把握した。全部把握した。今全部拍車。まずあんを作ります。あんは水を半分ぐらい。いや、無所からお勤めご苦労様です。200入れます。そろそろチャーハンで妥協する気になった？いやいやいや。で、同量を入れます。同量を酒を入れるみたいですね。で、なんか壁のチンポ穴拡大してんじゃん。ネットに書いとった。チンポ穴ちゃうわ。何やねん、チンポ穴って。いちご大福のあんこ残ってないの。もしかしてこの人あんに溶き卵入れようとしてる？同量を鍋で煮込みます。もしかしてもこみちがつけてるみたいなエプロンしてるの？ちゃうちゃうちゃう、これなんか、別に作らんでいいんちゃうかな。これ買ったんだよな、これ、なんか。カンニングしたのね、最初に作るのは卵焼きだぞ。わら、それ誰が言ったの？缶ですか？あそこに入れてるから削れてきてるのかよ。またなかったで言ってる、きっしょ。どこまで行った？わからんのちょっと。今。先生の知り合いにヤクザってどんくらいいるの？面白い。いや、ヤクザいませんよ。いや、この T シャツマジでね、
初め恥ずかしかったけど、これで全然ね、スーパーとか、コンビニとか、行けるようになったからさ、中華鍋出さないの？別俺もにフ成ラ長ンしからたな酒と飲思っむて。人は料理酒にする必要ないで。それ誰だっけ？そうなん？これなんか、盗れっと。本気でネタで売っ盗てれっると。T シャツじゃん。塩振りヌスレット。まさか外に着てってるの？いや、全然着るけどな。俺、肩ビリビリそのれで死ぬ T シ可ャ能ツ性とかあるもよ。ね、外出るからな。酒飲んで 着ていっ死ぬよ。からな、それマはジね、で。順番的に冷めた餡をかけることになるやろ。成長？それは鈍感人間だっあたんっわ。て、びっくりするほど熱くなヘッるドから。ホンとグラサンつけてコンビニ行く先生なら何でも恥ずかしくないから大丈夫ですよ。全然本気大な丈の夫。に？あんって、あんです。天巻先生は 検察とろの法み。改正案に抗議するんですか？コンビニでダサ T シャツっそうてであすだ名ね。つけられてるよ。あはは。ええー、マジ？いや、ダサ T シャツよありらもっん。と、あれやあらろ。ん。中華鍋使わんの？顔面。はい？いや、中華鍋違うんちゃうかなと思ってさ、中華鍋ちょっと違うと思うな。あーなん。なんか、もう俺ちょっとトラウマやそれはねん。指で混ぜたら美味しくなるよ。そんなにいるの？前なん回て、ゴリ大ゴ変リに、人間だ。旦那が焦げ毎日たや冷ろ。蔵庫の組むの人？え？ 誰？天津飯は中華料理だろ。中華鍋しかないだろ。それ誰だっけ？その T シャツは恥ずかしくないのに傘は恥ずかしくてあっちの草に隠すのは何でですいか？や、中華傘鍋はは恥ずか顔しのくまない、ま全に乗っ然。けてたので出てきません。傘は手を動かして。いい案なんですよ。涼いや、しいだのに。から、傘をさ、パンツ振りすぎだろ。わら、雨降っ今て日雨る。降ってるわー。傘持ってく降っのてき忘れたたーっね。ていう時に、そうや、あそこに傘隠してるやんってなって、取りに行けば、それで、なるじゃないですか。万事休すになるじゃないですか。じゃあなんで草に隠したの？それ誰にも見つかれへんように。草場に落ちてすみまるせんね。傘なんて誰も拾えへんから、ゴこのミや世とで思っ一てる体にから。あんができるのですか？そうですね。でもちょっと天津酒飯なはん恋で、の中華料理なんだよな。不法投棄って知ってますか？不法投棄じゃない、不法設置です。不法？不法の方はあかん。不法の方じゃない、あれです、合法設置ですね。不法の方を擁護してどうすんねん。ちなみにそれ知り打ちに捨ててるんで不法投棄ですね。ホームレスそうがで下す世話ね。に入れてそう。いや、そんなどっ本物ちです。にしろ不法。最近の本物です、結構頭いいからな。ちょっとね、アルコール飛ばします。なんで大阪は傘と自転車のシェアリングが盛んなんですかね。シェアじゃ別ねえんにだよ。苦情盗じゃまれないてんね。だよ。あ、それ片栗粉作っとかな。頭がいいから戦艦が捨てたのを食べないって。法は料理だけにして、先生お茶ですか不は法何料し理てじゃ遊んでるんですか？具ない。材遊んはで何までせんすよ。か？具材は、まあ、タケノコ、カニカマ、とかです。味付けってちゃんと分かってるの？シェアリング自信だったのか？調味シャ法ンサイドタン。だけにして。失礼しました。変な声が出てしまいました。法は滞在だけにして。不法だ。いやね、ビザ持ってっからよ。で、アルコール飛ばします。美味たしまにさを入れさ、ると美味しい案できないぞ。あれ、味付マけとジ？マキシマムを入れること。ヘアと配信者が視聴者からタイトル「法料理人」をもらいました。こう、おちょこで大丈夫かな？おちょこやめとくか。真白くんに舐められた時の声出さないで、しばくぞ。やルめアーて。半々に頼る癖。あはんはん、一本でやってんだよ、こっちは。先生って料理に薬とか平気で入れそう。頼みつなよ。薬はね。順番違くない？卵作ってから甘酢作るイメージだけど。え、そうなんすか？なんかね、あんって別に、そうか。あんって冷えにくいじゃないですか。甘酢あんなの？甘酢あんじゃない。甘酢あんはまだ、目薬漂流したことありますか？語弊があった。目薬はなんか媚薬になるって聞いたことあるな。甘酢なの？甘手酢じをゃ置いない。といたら固まるけど何か？ちょっとアルコールを飛ばして。じゃ、アルコールってどうなったら飛んでるってことなの、これ。甘酢あんだよ。普通なら同時進行ですがシングルコアなので、作っシンてグル。それを放置しておいておくってのもどうかと思うぞ。最後に作ってかけたらさらにいい感じに熱くていいじゃん。天津なる飯っほてど。甘酢じゃない？確かに。半々しかない。芸なし配信者、舐めればいいじゃん。ああ、や一った本でな。やってまどうす。せ、すがない。戦艦先生年中米薬飲んでるじゃん。酢入天れ津るん飯のか？酢って何？酢だり？蒸気の匂いからアルコールの匂いがなくなったら、湯気の匂い嗅いで売ってならなかったら、甘ああ、酢あんって関東じゃアなルくなっコールたのら、匂い天でちょっ津と飯するのけど発な。送最後じゃない。アルコールの匂いが分かれへん。生卵は常温空気に触れてたら劣化早いぞ。噛み噛まれま、る。甘酢なのに酢を入れないの？必須だろ。わらわら。酢入れんの？マジ？いや、甘酢あんに入れへんねん。そんなん食えたもんちゃうやん。天津飯って関西と関東で違うらしいね。で、ちょっと牛乳入れます。卵をね、ちょっ関と西牛と乳は食入れる。べないね。甘酢あん舐めてんのか？天あ、津飯ってそう関西なん？食うね。わら。今度の料理に楽そうしいうみこに。と。だから関西と関東で今ちょっとあれやな。分かれたんやな。
酢入れるだろ、僕って酢も入れんねえもん、だろ、みちたいなみな。に関西は醤油なんて関東は甘酢です。ほら。あ、だからや、だから今、ちょっ酢を加と、えて完成。嬉しそうですな。気候法。でね、このそんな醤油も知らなかったのか。そこをこするように、ちょっと知らんかった、それは。そこをこするよう醤油だに。けど甘酢だったかな。マそうジなので？か、知らなかった。で、関牛東乳はちょケいとチャッ入れプま入れるす。らしいよ。ケチャケチップャ入ップれ入れるる？ね。天津飯だけいがや、入れ全ま然せん言いよ。ませんでしたよね。どやらないでください。ケチャップいや、醤油も入れなどい。や、ど、ど、どや。いつになったら料理教室行くの？入れで、ないちょっと思といますが。余った牛乳を飲み切ります。え？今何入れたの？おいしい、おいしい牛乳。自称の天津飯は酢が入る。とや、まあ関東風でも関西風でもないものができるけどな。余ったの得意の鼻から飲んで、なんで牛乳入れたの？牛乳をね、ちょっと入れた方がね、あこう、半々牛乳じゃないのか。そのつまみ食いするのやめなさい。卵がね、まろやかなんです。王将天津飯食べてそみうよ。なん。うちわだくオムレツとだし巻きにも牛乳入れるでし。で、ここにカニを入れます。カニとタケノコを入れます。ちょっと待ってな。ちょっと卵でかすぎ。わらわら。ちょっとオムレツちゃうねんぞ。全部を入れたらおかしくなっちゃうよね。もう一回特大作ったろか。だから分量がな、半分でいいんじゃね。ダブル。いやいや、牛乳めちゃ美味しくなるんだよ。わら、おかしない？わら、ああ、食べ物で遊ぶな。やけくそですか？ 2 秒で考えるの放棄したな。先生は何を作りたいんでしょうか？多すぎやろ。その量だと卵少なくない？そうやな、卵卵でちょっと作る少んないだかもからな。勘弁してあげよう。関東がケチャップグリーンピースっぽい。豪快に行け。若天津飯の卵焼き片焼きに決まってやん。わら。卵ちょっともう1個入りぐらい入れるか。2個で1人分だよ。やぶ料理人。それ半分、卵スープにしたらいいじゃん。あー、確かにカニ玉な。の完成です。中華鍋は追いタケノコ。カニ玉ね。タケノコちょっと全部入れたら、あれちゃうかな。混ざれへんちゃうかな。4年間の経験値どこに溜まってるの？茶碗蒸しにしたら、わら。あー、茶碗蒸しうまいな。味付けも多分カニ玉の汁で、これちょっとなんか、スープにしようかな。え、ちょっとこれ卵少なくないか。タケノコなんとかして、関東の走らないけど関西だと鶏まあ、いっガラスか。ープに醤油入れてとろみつけたのかけるだけ。久しぶりに鼻そうからタケか。ノコスルッと言ってみますか。卵はさっくりちゃうの？ さっくりかな。え、でも結構混ぜてたような気がする。なんかで見たとき。え、ちょっと待って。ちょっとネギ入れるか、こっちに。ネギは入れんほうがいいか。こんだけチンタラ切った意味ないじゃないの。中華鍋じゃないネとギ半は分ずつ作らないと厳しそう。ネグ、ちょっといけるか。ネグってなんだよ、ネギ。ちょっと冒険してみよう。甘酢はなん。ネギはかければ。そうやな。ちょっとこれ、あと。てか、スープ作ろうぜ。スープ作ったらちょうどよくなるかもしれん。さっき上に乗せたいって言ってなかったか。どうすネギは水につけなくてよああ、ちょっと、ドロ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 。よし、ちょっと火入れます。あんは、え、どっちがさっき？でも卵やったらさ、なんかあれじゃん。あれじゃんってな、関東人みたいになったけど。卵やっちゃうとさ、卵って余熱でさ、どん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 先に作ったんやんか。かまぼいすやめて。確かに。別にどっち先でもいい。リスナーサービスありがとうございます。お前ケツに何か入れとんか。同時進行や。入れてないっす。中華鍋使え。中華鍋はね、できる？無理ですよ。あー、椎茸ね。しいたけね。じゃ、中華鍋でやる？そう、中華鍋でやってみるか。あ、でも中華鍋でやったら俺、あれが、丸くできへんから。ごめん。中華鍋はちょっとまた中華料理なんだし使おうぜ。無理ってなんだよ、別にどの鍋でもできるだろ。なんでできないって思ったの？に丸くなるか。いや、俺、だこれ包まれへんからさ。ごめんな。グリーンピースはどこにあるんですか？中華鍋で丸くならないって才能か？むしろ中華鍋の方が丸くなるんだけど、丸くってなんだ？安どうするの？醤油とケチャップ、オイスターどれでいくの？包む、包む。え？いや、包まないとあかんからさ。優しさに包まれたなら。換気扇つけた？あ、今つけました。で、ちょっと油多めで。バカなの？いや、頭、普通です。大卒です。いや、これからバカなのって言われたら大卒ですって言おうかな。シャンタンだよ。ご飯の上に卵乗っけてあんをかけるんじゃないのか。今日のレシピはオムライスだったのか。俺先生が何したいのかわからないよ。バカなんです。
油入れて、で、で、卵を焼いてる上に、米をバーンってやって、で、バーンってやって。大卒だから俺、私、え？お前しちゃうよ。ちょっと待って。スープとか作ってる暇ないな。卵にも片栗粉ちょっと入れるんよ。油どんだけ入れんねん。え、マジ？関西の天津飯ってオムライスなの？いやいやいや。ちょっとカンカンにやった方がいいんかな。でも先生は感覚だっけ？先生本当にフライパンでやっちゃうの？ご飯の上に卵焼いたの乗っけてそれにあんかけるだけだぞ。そのだけの方がどうすんの？正解っす。とりあえずこれを、俺今日は美味しいもん食いてんだ。で、これを俺絶対中華鍋じゃないと失敗すると思うよ。だから中華鍋の方が楽だぞ。関西電子保安協会、こんな調子に来ました。どういうこと？中華鍋で丸くできるか？中華鍋で料理するな。中華屋の息子なのにににに隠し味にラーメン入れよ。そう、できるできる。美味しいもの作ったことないのにそんな無理なこと言っちゃう。だっていつもさ、卵がよ、ひっつくんよ。中華鍋とりあえずにしてみ。あー、また中華鍋にパイプ入手がついた。お前中華鍋の形状見てみろよ。そこが丸くなってるんだから重力に従ってそのまま丸くなるが、中華鍋に卵入れて回すだけだぞ。むしろ中華鍋でできんかったらどうしてできるだ。中華鍋丸いんだから丸くなるが、わら、絶対甘酢にした方が中華っぽくなる。中華料理じゃないけどな。天津飯、ごま油とか入れないんですか？え、何を言ってるのかわからない。配信者のくせに挑戦しないのかよ。ちょっと待って、なんかこの流れ俺前も見たぞ。この流れ前も見た。このフライパンこっちに移した後の見たことあるぞ。わらわら、中華鍋で卵滑らせたら余裕やろ。中華鍋なら油もっと入れないと。おい油、じゃあやめろ。この流れ見たことある。油入れるの早すぎるんだよボケが。から焼きしてから油入れろ。ごま油ねえな。お、経験が生きるのか。早く入れよか。しっかり熱して油入れればひっつかないぞ。焦げ付きの原因は細かな凹凸。油で凹凸を埋めるんだ。油その倍くらいに熱すればいいんですよ。風呂入ってきたんだけどまだひすら入れてないのかよ。手入れの会話で、わら、手入れ真剣ゼミで見た。油が足りないからな。これ真剣ゼミでやったやつだ。真剣ゼミ失敗するやろこれ。油を3倍にしろ。パイプユニッシュ洗った。お前が料理するたび毎回中華鍋。海洋圏三平だ。じゃあ先にこれ油取っといた方が良かったか。見たことあるやつ、やったことあるやつ。油が少ないから卵つくんだよ。まずその油はどけて、から焼きしてから戻せ。いやもうちょっともうこれでいくわ。もうダメだ。三平海洋圏だ。失敗したいんだ。中華の基本すらできてない。とんでもねえのできそうだ。わら、煙出たら卵投入ね。え、これ油入れてんのに煙出るんこれ。壊れちまうぞ。せっかくだからちゃんと煙出るくらい熱しろ。油好きだね。ちょっとリスナーのアドバイス聞けって。いや聞いて、中華鍋にしたぞい。教えてくれてる人いるのに無視してこれで行くわっていつになったら学習すんの。戦艦の頭からもう煙出てるけどね。油入れて煙出たら火事だが。油入れて煙出たら火事か。いやてか、ん？おかしいなこれ。の人が教えたいって言ってるぞ。教えて。何笑ってん？てめえ真面目にやれや。教えてよ。配信終わっちまうよ。全部無視でいいよ好きにやれ。今日は2時間コースですか。空焼きで煙出してから油入れるんだよ。いやそれはね、なんか見たことあんねん。その中華料理のなんか。うお。想像だけの量あるなら米無視しろや。中華料理のなんか動画で見たことあんすよ。怖い怖いや。ドラえもんがどれだけのび太くんの世話を焼いて大変かよくわかる配信。平均誰がのび太だよ。こんばんは。やめろ、こんばんは。あげるの。そう。よし、これでちょっとね、でも、あのね、先生使ってんだからもっと気をつけてよ。大丈夫です。余熱がね、大変なんで。マジ気をつけろ。そう。のび太は失礼だろ、結婚するし。のび太の方が数倍優秀なんだよな。よし、じゃあ卵入れまーす。余分な油は戻せよ素人。のび太は金の男を買わないよ。え、そういうこと？油全部使うじゃん、俺。結婚するだろ。のび太くんの性能を舐めない方がいいと思うの。家事配信と聞いて、早稲田くらい出てるんでしょ？油入れたまま、わらわら。いや、油でね、多い方がいいんですよ、きっと。怖いよ。その油どこに捨てた？ドラえもんは落ちこぼれだ。え、あの、フライパンに入れました、さっきの。でものび太はガチでやればできる子だったけど、先生いつまで在宅勤務なんですか？僕はいつでしょうね。おいなんで排水口に捨ててるんだよ。排水口じゃない、フライパン入れだ。さっきのフライパン見せてみろ。いや、入れとるが、本当に。これね、見てみる。見てみさ。全然見えへんな。
これね。お前が卵入れてる頃のビタは違うもの入れてるぞ。戦艦も頑張ればモンスター作れる優秀なやつやぞ。信用なさすぎて笑う。それ水だろ。じゃあいきます。てかさ、油捨ては何回も言われてるからな。なんか失敗する気しかしない。笑、すぐに忘れて流すだろうな。難しいよ。もういいから焼いてみよ。でも卵は油多めで焼くのが一般的なんだよな。そう。取り除いていて、いやその後どうせ洗って流す。あっつ、ここら見ろよ。ビート演出てきたぜ。ビートのお前はドラえもん。あーはんはんはんという。混ぜろ混ぜろ。回転回せ。うおー。あ、ほら丸くなっただろ。いけー。いけてるいけてる。米用意して。ふるって混ぜて混ぜて。ええやん。一瞬でスクランブルに。はい完成。もう止めていいぞ。もういいぞ。くれくれ。いいじゃん。混ぜ回せ。オムレツだこや。できた。火を止めろ。出ない。わら。ちょっと米。オムレツできたね。火入れすぎ。終わりだろ。ダブル。米準備してないならもう終わりだよ。ご飯にはよ。え、スクランブルにすな。わらわら。私失敗するので、鍋振るのはもうちょっと大振りでゆっくり。は、終わり。世界よ、これが戦艦だ。ちなみに煙出てると油が悪くなってるから、それを捨てて新しい油を入れるんだよ。段取り草。終わりだよ、お前。終わりだよ、お前。終わりだよ、お前。もっと米しろって。もう失敗したぞ。ダブル。え、べちゃ。わら。わらわら。え、わらわら。タケノコ通ってるの。は、お玉使え。わら。え、わら。これちょっと、タケノコ全くこれ火入ってないぞ。わらわら。は、わら。嘘でしょ。ダブル、そっちに。わら、なんで、わら、え、チッタブル、チャーハン、あ、チャーハン、なんでご飯入れたの、わらわら、どこに、あれ、またなんかやっちゃいました。わらわら、チャーハンだったか、なんで、さらにご飯盛るんじゃないのか、わら、頭使え、チャーハンかよ、あのさ、ご飯の上に卵じゃないの、逆だが、チャーハンだなこや、よしつめえ、わら、そやタケノコだから苦いたりした方がいいやろ、あ、怒りのチャーハン、米印料理ですよ、年齢です、チャーハン作ってるの、持ったご飯の上に卵のつけるんだぞ、卵ご飯にのせるんだよ、わらわら、オムライスだが、あ、もういいが、わらわら、私なんかやっちゃいました、わら、ほんまエンターテナーやな、わらわら、チャーハン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 、これ勢い大事。ご飯は皿に持っておくだけだろ、わらわら、オムライスになってました、よー、もうどうね、韓国じゃ天津飯ってこういうのなんですね、普通を皿に持ったご飯の上にかけませんか、わら、オムライス普通じゃねえんだよ、した方が良いんじゃ、わら、チャーハンだ、もう皿かぶせてひっくり返す、ちょっと皿が出とるが、わら、先生オリジナル天津飯だからこれでいいんですよ、嘘でしょこれ、配信タイトル変えろ、わら、1時間もかけてこれですか、まあ想像だし、タケノコに人をして、身の丈に合ったようなしろ、タケノコに全く火が入ってないかもしれない。わら、うまい、わら、わらわら、うおー、でした、うおー、わらわら、料理歴4年の中華屋の息子が作る天津飯だぞ。よし、ここであんかけ作るぞ。ダブル、あんだ。オムライスだなこれ、サラミ飯ですか、卵はとあんじゃないの、創作料理ですか、これが知ってる、やばいかも。じゃない、料理はうん、なんだこれ、ねえ先生、米を鍋に入れた意味は、ケチャップかけましょう、オムライス、逆でした。天津先生、オムライスうまくなりましたね。オムライスじゃない、天津飯なんだよなぁ。ちょっと、思考が停止すると、思考が鋭くなる2種類の人がいますよね。卵が。あのは今日も錬金術成功ですね。あんは今作ってます。ね、今からちゃんと卵で多少はね。わらわら違うけど面白いけど生タケノコで腹壊しそう。わら多少はね。先に炒めるべきだったね。そうやな。タケノコ絶対先炒めなあかん。メイドドン並みでぶっ飛ばすぞ。大きそうなスクランブルエッグの塊ですね。水多すぎませんか。なんで中華屋の大丈夫です。作り方知らないの。グリーンピースは。いやなんでしょうね。あ、ソーミシャンタン。バフかけといた方がいいですよ。バフかけてくださいよ。いやなんかすいませんねなんか。いや、なんか、俺なんかやっちゃいました。ちょっと、ソーミシャンタンで味をつけます。やっぱね、熱っ！ケチャップかけて完成にしようぜ。わら、ここで前回のオムライスを見てみましょう。やっぱ料理ができへん人っていうのはね、味付けがね、やっぱ、エンターテイナーとしては正解だと思いますよ。ちょっとこう醤油入れます。ましたじゃなくてまともなところを教えてくれ。宮迫の教えも忘れてしまったな。醤油ちょっとだけ入れます。醤油とソーミシャンタンでくつくつやって。え、天津飯ってオムライスのことだったんですか。センスあるな。え、今見てから、今から見たやろ配信。そういうことでしょ。あんなめっちゃ空いてるやん炊飯器。あと米全然足らんかも。味見した。ここから始めします。何このあんかけ、クソマジそう。わら、それ入れたらバッシャバシャになるな。2年ぐらい前から見てるけど1回も料理成功してるところ見たことない。いや、あるある。先生オムライスうまくなったね。オムシンハン、グリーンピースあるの、トロミ。あー、うん、ぴったりやな。ぴったりって何。ぴったりやな。お水多いよね。で、ここでトロミつけよう。まあ、卵かけご飯にした方がうまやろ。今来たんですが1時間でこれは最速なんではないでしょうか。そう、ここで火を通すんです。あ、火を止めるんですよ。おもしんはんってなんだよ。新しい料理、こうちょっとずつ入れてね。の悪さは逆の意味で成長してるぞ。とろみをつけていきます。
いや、とろみは多い方がいいからね。牛乳でいつも食ったら味しないって言いますよね。いや、結構味付けしとるからね。中国で天津飯って書いてオムライスって読むんですよね。え、なんで、ちょっと待ってな。ちょっと少な、ちょっと量に対して少なすぎが、少なすぎたかもしれん。この前のハンバーグは成功したんじゃなかったのか。ベーパーあんまりでアドレナリン出たわ。あんの具は、これは先生オリジナル天津飯であって世間一般の天津飯とは格が違うから、今日もケチャップでハピーって書くの。今日は格の違いを教えてやろう。あん多めですね。味付けあれ、あん多めで。このようだとチャーハンスープなのかな。多すぎじゃないですか。ちゃ戦艦先生の母ちゃんが天津飯作ったら通常はオムライスなんですね。いやいや、うちのおかんはね、めちゃめちゃうまい天津飯。いや、それはあれや、冷凍や。ごめん、ごめん、王将の皆様、大変申し訳ございません。失言でした、今の。冷凍ではございません。隠した。あ、そうそう、ごま油入れます。あぶね。格の違いを教えてやろう。あ、ごめん、嘘。やめて。消される。先生は京都王将と大阪王将どっち派ですか？僕はね、両方好きですよ。天津飯は両方好きって言っとかな。消されるから、片方に。オイスター全くないの？オイスターはね、まあ、あんまご家庭にないと思いますんでね。まさかそれ全部かけたりしないよね。いや、全部かけるわけないじゃないですか、そんな。ねえ。なあ、そんなわけないじゃないですか、まあ、そんな。ほんま、頭おかしいですよ、それ。そんな人。西成王将はここですか？西成王将。そんな作ったの。え？本に出せるような料理を未だに作れてない戦艦先生が王将を敵に回しましたね。何その振りみたいなの。笑え、ちょっと入れます。先生が王将の社長を銃で撃ったんですよね。あったな、そんな事件。あれ以外スーパーのはいまいち。米印かけるつもりでした。かけてもいいんじゃないんだろうか。言われなかったらかけてたぞ。とろみ感じろ。じゃあ鹿児島王将は眼中にないってことか。鹿児島王将って何ですか？何か意味あるの？おかしいのはおめえの頭が。かっこいいでしょ。3分の1くらいしか皿に乗らなくない。何これ、オムライスの出来損ない。よし、笑いながら言う話じゃないですけどね。これちょっと味付けを味見ましょうかね。いや、サラサラじゃない、サラサラ。小さいんじゃね、これ。わら。もうちょっと片栗粉入れた方が。あー、なくね、味こ。高齢者が飲むやつ。そんなとろみで大丈夫か？サラサラ。塩コショウした？ケチャップ入れよ。先生、そろそろフリルついたエプロンって味っこ。そうね。気をつけてる？指が混ぜないからだよ。あ、やばい、ダマになった。とろみつけても味は薄くならんよ。気持ち悪。たまになっているかもしれへん。味濃いのに片栗粉入れるやつ、わら。そう、味入れ濃いやつに、ね、片栗粉入れたらもっと味濃いような気するもんな。あんもすごい作ってるけど、それどうするの。水入れよ。こうぶっかける。美味しそうな水豚ですね。水で水豚じゃない。ご飯の方が無理じゃね。ウェイファーだけのあんかけとか美味しいのかよ。いや、美味しいで。でも美味しいと思えない。水溶き片栗粉で味薄くなる。こりゃ原点だな。味これでいいんちゃう。そんなにかけないだろ。あんはそんな長時間にませんよ。皿小さくない？うん、あ、いいわ。ちょっと上の方と下の方でとろみ感が全然違うけど。水入れれば風呂の中の静止みたいな。だよし、行こう。1分くらいですよ。今日は文句なくマイナス10。もっと砂糖入れなよ。天津飯は甘いよ。あ、砂糖入れるって書いてたな。言うとったな。ちょっと砂糖入れるわ。砂糖も入れてって言ってた。その選択の理由をする。なんか三温糖っていう、なんか砂糖を入れるといいらしい。部屋の窓開けてたんですよ。窓開けてることを忘れてて、海外いかやく、なんだこいつ、ダメー。わら、それ関東風、気持ち悪いな。怖い怖い怖い、お願いです。完食するまで配信やめないでくれませんか。砂糖、セーフ。気持ちさん、今日は本日のレシピ貼ってませんけど、料理配信諦めて全英ゲージ、配信にくら替えして。全英ゲージ、攻めてるやろ。わら、ルネサンス。甘酢作らないって言ってなかったか。わら、適当すぎ。いや、砂糖は味が、その、まろやかになるからね。砂糖も多すぎ、すべてが多すぎ。わらわら、東丸のうどんスープも入れとこう。オイスター、醤油、ごま油、酒、みりん、片栗粉、水で薄めなよ。ケチャップ入れんの？あ、ちょっと待って。あ、ちょ、え、シャバシャバダバダバ。あ、やばい。あ、いや、欠陥した。欠陥した。わら、マジでキモい。ダブル。わらわら、何この色。とろみはいい感じだな。サラサラ色。わらわら、わろた。わら、大洪水や静止みたい。わらわら、マイナス10。なんだこれ。色。わら、色薄ない。色。わらわら、これ天津飯になる。めっちゃまずそう。ちょっと色薄いな。あ、ちょっと待って、なんか、あ、やばい。ぶっかけオムライス、なんやこれは。
ペペみたいになってる。ラーメンの器にでも入れとけ。ヒロ、わら、静止、わら、マジでやってんのこれ、わら、スープかけたオムライス、ドロドロした白っぽい薄いものが、こんなに運ばれて、でもね、なあ溢れるくらいわかるよな、親父めちゃめちゃ、でも味濃いのよこれ。天津飯も全部失敗やな、きたきた、わら、お前とうとう台所で発射したのか、パイタンオムライス、ケチャップで甘みつけて、いや、これめちゃめちゃこれ味濃いぞ。もうちょっとで形になるのにどうして、もう鍋の時から色薄いんだよな、ローションライス、わら、静止、わら、何された調味料でした。なんか、作るつもりだったの、わら、そんな適当に味付けたらそうなるだろ。ペペミ、あっち。あっち。そろそろ自己暗示のバフ5かけぐらい重ねておいた方がいいですよ。誰か。何料理で発情しとるん。お願いします。用意しろ。シャンタン入れすぎだから。わらわら。オイスターはソーミシャンタンか。マジであん作るときは必須級に味変わるし美味しい。オイスターはねあるんですよ。3本ぐらい家に。やっぱ入れたオイスター変わるんか。オイスター。やっぱ修行が大事やな。想像で天津飯はできたんですかこれは。天津飯できましたね。形になってますんでね。ちまちさんどうしてパイタンスープかけたオムライス作ったんですか。え、さっきないって言ってませんでしたか。あります。俺は何を見てるんだ。俺は何を見ているんだ。てめえを見てんな。形にもなってないですよ。なってないが。なんか違う。あ、想像で作ったのか。気持ち悪いな。僕の考えた天津飯はやめてください。ないって聞いたが。わら、色合い最悪。あったわ。あ、あ、ちょっと待って。油がべっちょり入ってるフライパンの、おっと、これはやばいんじゃないか、これもしかして。なんで毎回アドバイス無視して作るんだ。料理下手って自覚マジでないのか。白髪ネギちゃう緑だろ。わらわら、嘘まで作るんですか。こんにちは。天津飯に白髪ネギ、結局排水口、そうなること分かっててやっただろ。料理のお兄さんだよ。これからも料理は想像でやっていただきたいですね。配信的に最高です。ごめん、予言者いたな。予言者。エージェントスミス。ケチャップかけませんかね。ちまきってもしかして何か障害でも持ってるの。いや、障害ないですよ。ほんと。あれです。健全者です。マイナス10。わら、大葉のせよう。はい。違う。え、グリーンピースを3粒置きましょう。ギリケン、木の芽、健全者。完成です。リアルで料理は今後やめてバーガバーガでもやっててくれないか。どう考えても脳に障害あるやろ。昨日ね、できました。完成です。天津飯ってこんなんだっけ。天津飯こんなんですよ。なんか違うんだよなこれ。そうダブル完成です。めっちゃオムライスうまそう。天津飯の名前で誰がオムライスだよ。料理の反社会的勢力。誰が料理役座じゃおい。誰が料理役座だ。やめなさいよ。ババア飯やめろ。よし、いただきます。グリーンピースは乗ってても変なハーブは乗ってないな。色薄いな。見た目はまあまあ美味しそう。そう、見た目はね。時間置いたオムライスやんかこれ。天津飯じゃなくてアーハン飯だろ。ちょっと周りだけちょっとふかして。換気扇回します。まあ水煮やからね、火は通っとるからな。うん、大丈夫大丈夫。インスタ映えチャンス。まあ案はね、そのなんか水筒とかに入れてね、会社とかに持っていけばいいしね。これで中身ただの白米って絶対飽きる。え、この生ゴミをスンスンに、あいを会社に。食うときにあんこぼしたらマイナス20点な。会社で捨てるのやめなさい。いや、会社でカップラーメンとか作ったときに、そのあんとかかけたら、3倍ぐらい美味しくなるじゃないですか。会社で捨てるか。なんでテロ起こしてんだ。なんで罰なの。ひどすぎますよ。ケチャップかけると、オムライスになる不思議。しょぼん。は、残ったあんはスープとして飲み干してください。水羊羹。いや、これスープ。自宅で捨てるんですね。まあ、食べようぜ。美味しいからよ。いや、みんなさ、結構さ、いやさ、言ってるけど、それ引いてから写真撮りなよ。すいません。テロ起こすのやめなはれ。会社でハブられてる仕返しに会社で捨てるのか。会社の排水口へシュー。汚染案を下水に流したら会社が罰せられますよ。美味しいとかどうでもいいんだよ。家庭が最低なんだから。おいただきます。味濃いあんを味濃いカップ麺にかけるとか早死にしたいんか。ごめん。これが天津飯 URL ファイル。天津飯 DJ 太郎ネイン銀座特許ジプグ。ちょっと先に言っとくわ。料理テロリスト。全部食えんわ。料理歴4年ってマジか。酒はマイナス10ダブル。は、
最初からわかってるが、捨てる宣言、なんで食えないの。はい、マイナス。調味料追加で味ごまかすのやめてね。まあ、た廃棄。いただきます。量多いって、そんなのわかってるよ。早いですね。捨てます宣言来た。わら、は、何人前だ。でも見て、ほら。わー、なんかこれアップにしたいけどな。味は濃いから食えそうです。ほら。そのシャバシャバな液体なんですか。レンゲとお皿は綺麗だね。やばい、これ。いつも食べ残して捨ててるやん。さすがミスターさん、かっこうな。いいえ、結構です。ほら、めちゃめちゃうまそうやで。食える量を作れ。卵ついたち3個はとりすぎ。林さん、ほら。T シャツ気になります。4つだが。けどすると思うので気をつけて。わら、ね。ここは AV の撮影現場ですか。違います。誰が例の。たっぷり暗示かけないとね。例のキッチン。マイナス10点ですね。ズボボボボボボ。卵4つ。いただきます。30分前の発言。これね、ご飯足りんかも。足りなかったら砂砂糖のご飯食派。人の話は聞かない。料理は上達しない。会社では仕事できない。都合の悪いコメントは無視。何がしたいんだよお前は。ちょっと美味しそうに見えるのが悔しい。途中で1個追加したから4個なんだよな。ぐっさ。お前は楽しめていいか。ブロ。うん。寄せないで。うまい。うまいわ。レシピ見ろしね。なんだろう。わけないわな。うん、米がもうなんか、ないわ。うまいか？天津飯ですか？意外とうまい。うまい。うまい。なんだろう、300。うん。うまい。いつもと同じうまい。これはね、うまいぞ。これはうまくない、うまい。それをうまいと感じたらもう人生終わってんぞ。これは、なんか、卵かけご飯なだけ、うまいのはシャンタンの力、シャンタンご飯、腹減ってるから、シャンタン入れてシャンタンご飯やな。難しい、シャンタンの味しかしないだろうからまずくはないんだろうな、つぼっつぶを、また暗示、うまい以外言えない事実、あんたりなくなったらいつでもおかわりあるぞ、通ってないべーは美味しいか。なんかこう、スパイシー感が足りひんな。なんかもっとこう、スターアニスとか入れたらよかったかな。なんかあー、塩コショウしてないからか。本当にうざい。これはどこのお店に出せますか。これ別にあのアコとか出せるよ。あの生姜入れるね。ケチャップあると一層美味しくなりますよ。ワンカルビとか出せる。入れたらよかったな。だからこそ歌やろ。一生在宅ワーク。うん。味見した。ケチャップないせいだろ。適当なアレンジ考えなくてもいいよ。ケチャップ入れるんかみんな。俺うちの家庭絶対入れんかったで。うちの家は絶対醤油とかやったで。ああラー油か。ラー油かけていいな。死にたくなりません。ごま油生きてみせるさ。今週もケチャップ入れる愛は酢豚くらいじゃね。わら。うん、迷いっか。これだけは言わせてくれ。これは天津飯ではない、うん、関西人と関係なくな。これは天津飯ではない。これなんなんだよ。じゃあ途中で一切味見しない料理人って。一家そろこれなんだ。障害かよ。右手のブーはまずいの必死に我慢してるからですか。今度はお母さんゲストに呼んで。そうやな、お母さんをね。そう、オムシンハン、オムシンハンだよ。あいかけチャーハンやろな。韓国風、なんだ、バイタンオムライスでしょ。これにサワーオムライス。おしゃれだよね。オムライスなんこれ。あんかけご飯卵とじ。あんかけご飯卵とじ。オムライスだ。あんかけオムライス。うん。うん。でもね、結構美味しいよ。あの、なんか。キマキリストラマッタなしだし、そうなったらもう見られなくなるんやろな。中華風オムレツあんかけご飯、ここに一個大福ぶっ込むか。あーはん飯、これは先生。もう料理配信で生きていくわ。キマキライスだ。ケチャップかけた方が良くない。中華風先生。ケチャップかけ、ケチャップね。卵途中まで良かったのに認めないから。今日は鼻から食べないんですか。認めないからな。食べたことないよ。ければ美味しいだろう。あーはんはんいいな。いやでもしょっぱくないよ。ほんとちょうどいいだよ。それはない。わら、ウーゼット、料理じゃなくてもいいんじゃない。すべてトップネイル。そうでいいんすよ。この新版のローションかけ、謎の葉っぱを添えてだよ。誰がロー、でもね、でもローションと中華鍋使ってよかったろ。いや、うん、そうだね。流し込みモード。紅茶。これはね、ルイボスティーです。うん、あのね、こうとろみの中でね、めっちゃ辛いとことね、全然辛くないとことね、あるんだ。そのオムライスなめくじが通った。味がバラバラなんだ。先生、ローションはやっぱりペペですか。卵スープにご飯落としちゃった感じだ。シャンタン美味しい。お、うん、塩分取りすぎるな。ペペ。酒はどうした。肝臓死んだか。ゾウムシながら食べれるやつ。あそこがあっていいですね。休館日です。壁にこないだの何言うよ。レシピの手順に読むものってこと。過去に一度もないのに料理で生きていくとか。わら、グラデーションが味わえていいですね。やってやるよ。そう、あ、料理教室もね、あのこのコロナがね落ち着けばね、まあ行きたいなと思ってます。そう、もうね、あれなのよ、もう手、料理配信でここまで兵を集めるやつもね。人の手を借りるしかねえんだよ。また続けてください。はい、中華料理屋開こうぜ。頑張ります。つかないよ。こないで
味覚は生きてるか？うん。先生やる中のふりしてるけど、そんなに酒強くないよね。男だらけ。あのね、うん、そう、飲める日と飲めへん日があんねんね。そう、確実に40代で生活習慣病コースやな。レシピが全て、そうか、逆に体疲れてたらね、全然飲めへんねん。料理教室開くん、俺が。人の話無視するし、見ねえ。いや、すいません。なんなん俺、できんなん。ワークショップ開こう、ワークショップ。何年料理配信してて今さら料理教室行くの？レシピ本出して、想像って言っても事前に宮迫の通信班動画見てたんだろ？うん、見てこれやからな。なんかそれでこれやからな。なんか人の話を聞かない、レシピを見ない、守らない、何度指摘しても間違いを正さない。ヘイトの塊よ、潔癖症だから。まあでもヘイト集めてもね。してたもんな。人の話聞かないから言ったら殴られるぞ。みんな教室の先生が気づいちゃう。おいこらっつって。めっちゃ似合ってるね。教室行った。ありがとう。初めてですって言った方がいいよ。美味しそうな卵スープに見えます。さすが卵スープなんだよ。ほぼ。専門学校不合格の4年もやってまーそう。不合格。ここまで上達しないのはマジで病気だぞお前。煽りなしに。どんな伝言ゲームでこんな卵かけご飯になるの？これはまあそこそこうまい。伝言ゲーム。わらわら。料理教室行く前にリスナーの言うことくらい聞いて作ってみたのに。ヘイトスピーチ。食べきれない。なんか。前回が料理教白髪ネギがちょっとね、違うな。うん、白髪ネギちょっと合わへんわ。うん、なんか、ちょっと合えへんな。中に入れたら全然いいんですけどね。専門学校不合格あるよ。タケノコはね、全然大丈夫。白髪ネギの問題ではないのでは、ちなみにどこの天津飯が。ちょっとめっちゃ変な味すると思った、これか。ハーブか。ダブル。この手際見てると不合格も仕方がないのかなって。専門学校は就職率重視してるから就職できないと実態学を進められるぞ。そうなん。予定はまだ残ってるんですか？ハーブ、わら、塩分型で早死にしそう。余ったタケノコどうするの？余ったタケノコはもう、あれにします。なんかスープにします。ちょっとごめん。白髪ネギ元パイタンスープとオムライスを間違えちゃっただけですよね。パンパン。栄養参照の葉っぱだろ。うん。洗剤で食器洗う時のあれも直してください。あれで汚れ落ちてると思ってるの。あ、木の芽ってあれですよね。山椒の葉っぱですよね。確か。なんか前聞いたことある。はい。明日の分の天津飯作るんじゃなかったんですか。いやもうちょっとね。いや。明日は明日の風が吹くってことでね。残すな。最後の最後でハーブで止めさすやつ。わらわら。天津飯、水適量、そうみシャンパン適量、水溶き片栗粉、卵、たけのこ、ご飯、白髪ネギ、木の芽。毎度毎度知ったかしてコメントするのやめろや、イラつくから下手くそが。全部満足したか。もうガチギレおじさんがいるわ。やばいよ。いや、ちょっとね、ちょっとパンパンなんだよな。おいしいね。うん、おいしいんですよ。美味しいんやけど、なんかこう、なんていうの？無理すんな、いつものことですわ。うん、コロナのせいでなかなかね。してるんや、ご飯少なめコロナを、コロナへ。いや、これね、ちょっとうまいんですけどね。うん、なんかね、まあ、半分残して朝ごはんそうね。美味しいですよね。うん、美味しいですよね。美味しい美味しい。って言っても点数上がりませんよ。いつも食い切れなくて残すじゃん。いい加減作るよう調整しなよ。誰？本当に卵の取りすぎは体に悪いのでやめた方がいいと思います。卵って1日何個くらいいるんかな？卵って4つまでいいんかな？あれ誰ですか？卵って1日ね、1個じゃないんですよね、全然。卵ってね、確かね、3個くらいまでは良かった気がするんですよね。いや1日1個はね、それもあれ、迷信らしいよ。田中は本当に美味しいと完食する。1個で十分だぞ。うん。1個だぞ。いつも、そうね、言うけど応答返事してるだけだろ。それ4個入ってるでしょ。あれもね、迷信らしいよ。でも大丈夫だぞ。そうそうそう。ロール以上じゃなきゃ好きなだけ食えって。卵めったに食べない。毎日なら1個って話だぞ。タケノコ残ってますね。じゃあ俺、あと4日は食われへんってことやな、卵。ちょっと待って、あんで流し込むわ。なんか俺、で俺なんかフードファイターみたいな食い方してる今。すいません。おかわりください。塩分やばそう。おいやめろ塩分取りすぎ。残ってる分で1人前くらいありそう。あん結局全部かけた。わら、味変換クージェネレーション。茶道や、どんだけ味濃くしてくんだよ。あん行きますね。わら、あれで流し込まなきゃいけないの。20代で痛風あるからな。味変していけ。あんはうまい。オムライスは味がしないわけだ。
いや、このカニカマがね、結構味、ええ感じに味出してくれとんねん。うん。一口食うたびにテンションが下がっていく料理配信。なにこれ、わら。顔、わら。吐くぞこいつ、わら。お前も下バカに出ってんで、出しとんねん、わら。ちゃんと卵に味付けなかったからこうなったんだぞ。捨てた、わら。というわけでね、とろみあるんですか？まぁ、あ、ちょっとゆ、おい、ダブル、あの飽きるからな、隠すな、これ見てると自分で作った肉野菜炒めですらまともに見えてくるから不思議。まぁ、あ、ちょっとゆっくりね、食べますんでね。ちょっと待って、なんかこれ外れそう。いや、毎回食べてますからね、ゆっくりね。ゆっくり食べるよ。はい、先採点しようぜ。な、もうなんか、上の。壊したら修理引っかかりそう、笑う。うちの歯、な、うちじゃねえな。上の歯になんか、隠したんじゃないよ。戦略的撤退だよ。今日なんかラグあるんかな、ちょっと。ちょっとラグあるかもしれないですね。ラグちゃうか？ラグってるからもう俺飯全部食よってるからな。ゴミ箱が食べてるしな。いつも不先輩のくせに。不先輩。いやでもね、結構美味しい。あのね。なんでここまで叩かれるか一度考えてみた方がいいんじゃないか。冷静になってみろ。そう。あのね、なんだろう。別に悪くないのよ。別に子供とかに、幼稚園とかで出してあげても全然いいレベルです。採点もが傲慢なレベル。あんた味濃くて美味しい。お子さんとかにね、ぜひ。した時点でマイナスだからな。食わせられたよ。全然。全然食わせられたよ。ほんま。ガキどもによ。理由入力する前に点数クリックしちゃった。料理は大事だと思います。それ殺人教唆じゃ。お前の料理を幼稚園児に食わせるとか冗談で。でも、あれだから何でしたっけ？は十分発言。いくら想像とはいえ、ガキがよ。断るでしょ。ひどすぎます。俺の子供に食べさせたくありません。断固拒否。のあんたのセロリンだ。言い訳なさい。黙って。これ子供に食わせたらトラウマになるぞ。ガキども殺そうとするな。トラウマ。トラウマ天津飯。悪い夢見ちゃう。はーい。あ。あ。あ、察しって感じだわ、今。一度レシピと量守って配信して完食目指してくれないか、採点の詳しい結果。はい、それではですね、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひ、ツイッターのフォロー、インスタグラム、ね、フォローよろしくお願いします。おい、さよなら。もう、怖いは見たくねえよ。やばいな。低評価をしました。低評価。登録。低評価。インスタやってるの？インスタはほぼ上げてないですね。もう料理やめたら？また上げ直すかな。料理やるよ。料理やめたらっていうやつがおる限りやり続けるからな。爪まだ使ってるの？動画上がってないんだけど、緊急事態宣言が解除されたらキャンプ配信してよ。そうそうそう。キャンプ行きたいね、なるちゃん。これ平均がマイナスになるもの機会ですね。料理してないだろ。バーガーバーガー待ってます。バーガーバーガーやります。料理やめたら？休み時間やります。休み時間でね。休日にやります。鍋の卵の上にご飯を縁込んだところが最高に面白かったです。これバラエティポイントでしょ、これ。使う量すごいけどガスに油何本買ってるの？キャノーラ油やからカロリーゼロですよ。に日本は買ってますかね、月に。揚げ物もやるんでね。斬新な白湯スープにとろみをつけたあんの天津飯。長っ。ネタじゃないね、真剣なんですよ。ヘイト取るのは安倍奈美やな。今日は美味しかっただろうなと、箸というかスプーンの進み方を見て思います。そうよね、美味しかったよ。だいぶ早いもんな、俺。何よりスピードが足りない。マイナス40点。これ強いな。コロナの症状で味がしなくなるそうですよ。本当に味感じましたか？いや、しっかりと。もう収束し始めてますからね。まあ、検査の人数は出してないですけど、政府は。心配してくれる優しいリス。そう、ルイボスティーが残ってる。ルイボスティー本当大好き。そうそう。1時間半マジでやばい。サーガニを何度も脱走させたり、窓を開けて声が聞こえることを想定しなかったり、ちまきさんおそらく想像力というものが欠落している、いるん。低いんじゃなくて存在していない料理なんてやってる場合じゃない。早く病院に行けと。シナトキョンは第二波来てんぞ、わら。そうなんや。
想像料理配信、予想以新上に人面さん白かっ大たね。好評これとからのもこと。想像で作ってほしいです。面白飯は、いやいや、知ってんだよな、天津飯。もっと知らないやつ、なんか、顔漫画とかさ、ピルピル、ピルピルスープとかさ、そういうの、カロリーガレーの油って存の在がしないん存です在か？なん教えだよてくだな。さい、先生。今日の髪はこキャのノ前ーラエア油コンでが下す。水で大きくなったやつ？ やめろよ。マヒッジト夢さん出はるヒッから。てなさそうな。アンラーハメンンでいき飯。ましょう。一度初期にアン戻ってハン卵ハン。焼きから始めアて。ンハンまずハン。は軽く癖うを直ましいまな。す。ピルピルスープ。そう。モノマネみたいなのが気持ち悪かった。では、やっていきましょうかね。次も。頑張って。マイナス10。カルググス。マイナス10、ちょっといいぞ。誰？ボイちゃん。ボイちゃんじゃないわよ。さあ、やっていきましょうよ、ボイち次ゃんも。のモノマネやめろ。そういえば収束したボかイどうちゃん？か。宮古の感染者の報告、111人分漏れだぞ。マジで？それやばいじゃん。キモ。そう、リスナーが宮古今と一戦気争に減っか？たぞ。マジで。さらにマイナス 20。ゲロ。視聴者減ってて草。そうそう。やめて気分悪く。今見た、今開いた、はい、ヘリアスコナーンに出社ね。が視聴者からタイトル、オカマー、お誰が願いオしカまマーす。だよ、キモ。ひっくり返すの前です。残したから。鍋に米入れた。いや、あれ逆だったな、完今全時にがクビな。になるのとマイナスより0.2投票してくれるリス増えるのどっちが早いか競争しようね。気持ち悪いっチていキうンレーかスだ外な。に行ったときこういう声出してるんだろうな。向こうがな。検査数最初から出してねえ時点でインチキだろ、そう笑。だよな。幼稚園児のトラウマ。またなんか、ヘブライ語みたいな書いてる。これ、なんて書いてんの、これ。ちまき先生がチンパンジーのゴンゲにしか見えない。ゴンゲ読めるでしょ。だからチンパンジーって言翻われ訳るんしです。て、笑、翻訳して、本当笑。に、ちまき先生の脳みそ111人分腐ノルっマてになまったすのね。か。腐ってますね。そうそう。ゴンゲぐらい読めるよ、俺。トリマ。トリママイナス10なの。多いよ、マイナスの点数が。コメントが。加点できる部分がいつもありませんでした。いや、でもあったろう。卵のとことか。人類への挑戦。天津飯どこ？オムライスと同じ。でもオムライスではないよ。あんな、だって中身正見味シてみャンまターしないょう。せんかったもん。在宅勤務時に、1個の卵のところがマイナス100。天気毎いい回自し、分のと久ころ々やにコメントは無視して次に進むんだよな。代 理部士屋さんのが窓悪いん開けだてよ。たんすよ。窓開けていること忘れてて、開催インサイトの波動転生の言い方モノマネしてたら、それの家から、なんや、この声って聞こえてめっちゃ焦りました。俺のツイートがそんなに好きか？常温放置したタケノコじゃん。やっぱおね、前タはケツノイートコをも言う。やったね。焼かなあかんな。あれ焼いたら美味しかったと思うわ。香ばしくなって。そう。食材に対する感謝をする。あ、ちょっとトリコ読むわ。ご飯を卵の中にシュー、超エキサイティング。やっぱ逆やったタな。ケノコご飯いでや、しでょ。も待って、俺ちょっと言い訳させてや。いや、聞いてよ。宮迫も入れてたんですよ。卵の中にご飯を。だから俺はね、違うんだよ。真似しただけなんだ。何の意味もない言い訳、晴れ予報が。飲みなよ。チャーハングのイッ工ト一程気でにすよ、あれさ。は。あ、チャーハンの工程なんですか、あれ。そうすりゃ、昨日と同じ泥沼昼食みのたいに消えろ。料理がまた始ま天る。津飯食べたことないよね。ないよね、言い 訳。人気配信者おの前夢一が見言えるんもじゃ崩ないすか。ぞ。言い訳は本当当の分だ。天津飯を見ないですもんね。自分がない男。天津飯な。そうそう。いや、俺天津飯得意と思ってたんだけどな。この調子で頑張ってください。ええんか、この調子で。お前は。俺は。敵は面白な。い宣伝新版作ってそうますからそう。ね、配信で。この人、シン毎プル回にどゴれもミ。合わせて違コメう。ント変えてみっぱ、笑。そう。何をもって得ありとがとうございさまれるのか。す。そう。コメント変えないとね。ありがとうございます。ほんと。感謝感謝。諦めるなら意味わかってますよね、宮ゴンゲーは迫。ね、あれだよ。天津飯が得意だと、もう諦めゴらンれゲーる。ですよ。ちまきさん自分のツイッターのアカウント名を戦艦洋介シェフってしてますけど、世界中のシェフに喧嘩売ってます。世界は戦艦流のあれだ、ウいや、ケもうる。これからシェフで行くからよ。よろしく。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。お疲れ様でした。また次回、お会いしましょう。明日はやりません。はい、失礼しケガましませす。んだろ、早く首になって、おつまき、お湯、おつです。創作用に、天津飯と名前つけるのはやめませんか？ごめ、天お湯、津飯。はい、失礼します。おつ、ごめ、お湯。